的でもおかしいって彼らは大丈夫です。これだけなんですよ。ところがイギリスのチェスタトンというところが主張したのは時間的デモクラシー。では何か考えるときに先輩はどうだったかなと、この国を担ってくれたご先祖様は何を考えたかな、これを喜ぶのかな悲しむかなというふうな形で、死んでいなくなっちゃったらでもそれ市民権あるんだって。その人たちの努力によってこう来たんだから今日に至ってんだから、今日を支えているのはその人たちでもあるぞと。時間的デモクラシーを無視してる、これは素晴らしいことなんですね。言葉としてだけじゃなくてもっと血を送り込む、本当に体温を温かい言葉としてですね、そのチェスタトンを位置づけなきゃならないように、学者たちは適当にこっちのものこっちに横文字を縦文字するだけでごまかしてるんですよ。本当にそう思いますよ。やっぱり私が今いるのは親がいたからだし親戚がいたからです。それの影響を我々受けてるんですよ、ね、今私が決断するっていうのは大半はそういうものです。私っていうものはこれはアメリカ人の中にもそういうのがありましたね。あの G.H. ミードっていうこれ社会学的な哲学者ですけども、これは言ってる私ってのは何だって、これ面白いんですよ。あのセルフですね、というのはあのジェネラライズ、ジェネラライズ、ジェネラライズド、ジェネラライズされたアザースだ。アダーズですよね、一般化された他者のアダーズですね。ジェネラライズされた、ジェネラライズというのはこう一般化した、誰がどれとは言わなくてこうだ皆さんですよ。ジェネラライズされたアダーズだということをね言ってるアメリカの学者です。社会学者です。大変面白い重要なことです。全部外しちゃってつながりを全部外しちゃって残ったものは私ですなんて、ね、それがあの、うん、インディビジュアルです。インディビジュアルですよね。うん、よくしょ、これディバイドですよ。ディバイデュアル、ディバイデュアルっていうのは外せるでしょ。これ因がついてますから否定ですから、ね、ディバイドできるものをどん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 ディバイドして最後に残ったものがインディビジュアル、これをね私っていうふうに考えるというわけです。個人というふうに訳しちゃうというわけです。私っていうのはね、親でもない兄弟でもない親戚でもないというんですが、あのこうずっとやってきた憲法の13条の人です。人種、信条、生物、社会的部分、経済的基準、文字に言うと差別されないっていうのは何が残るんですか。島本さんから立場を抜く、男っていうのは抜いちゃうんですよ。
ね、全部抜いちゃうんですよ、この。何があるんですか。これがインディビジュアルとかもあるんですよ。これは個人とか私とかいう言葉で受け止めてきちゃった。ね、国家っていうのはこのインディビジュアルの集合体だって言うんですよ。国民というのはこのインディビジュアルとして尊重されるというもの。国民でないですよ、全部個人のただの集まり。これ歴史もなければ地位もなければ教養もなければ何もないんです。人間じゃないですよ。我々の先輩たちは人間という字を作ったんです。人の間、これもいろいろ調べてみればお気づきになるように、中国人、中国ではこの人間と同じように中国人に比べれば決して人とは理解しないです。この人のようですよ。時間、空間、人間でしょ。これは人のようですよね。あの人間至るところ生産ありなんていう言葉があるんですよ。至るところ、人間のいるところ至るところ青山なんですね。これは人の世ですよ。人の世というものは生産派に至るところ、もう今死んでもいいというような場所、それが生産です。生産派に言ってきたんですよ。人間というのが彼らには分からないですよ。これもいずれね、日本人の人間観と の特殊性というものも理解していただくことなんですけど、これをもっと我々は訴えなきゃいけないんですよ。私は今すでに前から思ってるんですけど、来て来て、いずれこれを皆さんに見ていただく人間間の比較、西洋人がヒューマン、ヒューマンというものも、あれはクマナという神そのものみたいなんですね。そこを、だから旧約聖書というのは神がこう作ってるんでしょ、ね、自然万物の塵を集めて、そして自分の似姿に作った旧約聖書。それは6日、7日目に、6日目にどうしたかというと、そこに熊が吹き込むんです。それによって自然万物とは違うものになって、神に近いものになっているという、そういうお話です。だから神的なものを我々は持ってんだというのが西洋人、キリスト教徒の発想。常に何かやるうちの神、うちなる神にこう祈りだって頼むんじゃなくてですね、反省するんですよ、ね、対話する、自分理義をですね、理義を再び出会うんですね。まあその話になると何の話なんですけど、ともかくね、このいずれ人間間の比較というものをもっともっとやらなきゃいけないんですよ。これはもう私の手に負えない問題でもあるんですけど、インド人のまたそんな違うんですよ。違っていいんですよ。なんで日本はね違うっていうことを主張しないんですか。日本は違うんですよ。
そういうところにこそ特徴があるでしょ。それはみんな西洋人と同じように考えたり西洋の真似をしたりって自分はなくなっちゃうじゃないですか。今の日本人は結局日本人でなくなっちゃってるんですよ。みんななんだか知らない捨てちゃった。それでじゃあアメリカ人になるかってないっこないんだから、そうすると世界一お粗末な人間ですよ。今本当に我々死ぬに死にきれないお粗末なんですよ。日本人は最も愚劣な人間ですよ。それぞれそれぞれねしっかり考えているんですよ。まあともかくこういうねインディビジュアルとしての個人なり人間というものを考えるのはとんでもない間違いです。これはアメリカの中でも今言ったように G.H. ミードなんかはそれを指摘してますし、あのその本家本元のそれを主張するのがイギリスのチェスタトン、これありますよ。そのちょっとしたあのちゃんと調べてみる出てます。非常に重要な指摘だと思います。まあというようにですね、そこからまあ時間も過ぎてつくと思いますけれども、問題なのは。民主主義とか自由とかいうものもですね、固定したものじゃないですよ。非常に流動的なものだし、今のように太古の昔からの日本人間の在り方、自分というものの在り方というものを考えると本当に時間的デモクラシーと考えないといけないし、空間的デモクラシーを広げていくだけで済むのがないっていうこと。そうするとその両方を取り込んだもの、これがあの個人っていうものでしょう。私っていうのは時間軸にもあるし空間軸にも存在する。